皆さんこんにちは。時刻は12時30分を回りました。引き続きウェザーニュースライブコーヒータイムをお送りいたします。担当は白井ゆかりです。よろしくお願いします。さあ、ここからの時間も皆さんと一緒に空の様子を見ていきたいと思いますが、先ほどはウェザーミュージックアイコで花火お聞きいただきました。一緒に花火の様子ご覧いただけましたか？昨日の花火の様子ね、ライブ映像いいタイミングで上がってほしかった。花火タイミング測るのは難しかったですね私もこのでもね、愛子さんの花火は結構思い出があって、夏の日にあのか那須に友達たちとこう大人数で旅行に行って、なんかこう貸し切りのコテージみたいなところにみんなで泊まっていろいろバーベキューしたりとか、あと花火もしたし、夜に見上げた星空がもうすっごく綺麗で、ねそれが私も大学生の時で、その星空を見ながら愛子さんの花火を誰かがかけてくれたんですよね。すごいいいじゃんってなって、あめっちゃ青春みたいな感じになったわけですよ。それをね、毎回聞くたびに、あーなんか那須の空綺麗だったな、星空綺麗だったなみたいなのを毎回思い出してしまうんですよね。音楽ってなんかそういうのありますよね。この曲を聞くと、あー思い出すって。天の川見えましたよ。天の川見えたかな、嘘ついたかも今。でもすっごく綺麗に見えたので、もうほんと降ってくるみたいに近くに見えましたね。綺麗だったな。そう、でもね、夏じゃなくて冬だったんです。でもなおさらだから星が綺麗だったっていうのもあるんですけど、冬にやる花火ってね、なかなか面白いですよ。みんな那須だから凍えそうになりながらみんなで花火するそうで、那須なんで本当に結構冬は水道管が凍っちゃうくらい気温下がるんですよね。なんかちょろちょろホースから水がこう出てるんですよ。でその中をこう暗い、本当に周り何もないんで暗いんですけど、歩いてて濡れそうになるっていうね寒くて濡れたら本当に風邪ひいちゃうよってね、なりながらもいい思い出です。さあ、そんな曲もお聴きいただきまして、この時間は素敵な衣装紹介させていただきたいと思います。本日コーヒータイム、こちらの衣装で放送させていただいております。お洋服はレッセパッセさんのワンピース、こちらの大きめのボタンが可愛らしい一着になってます。私結構こう深めの色、これ何柄、デニム生地っぽいですよね。濃いめのこのデニム生地みたいなの、こういうの好きで、私服でも着たりするんですけど、そう、でもね、素材がそんな厚く硬い感じじゃないので、この夏でもすごく着やすくて、ボタン可愛いですよね。大きめのボタンがシックな感じ。あ、本当ですか？お上品に見えます。あ、よかったよかったですよかった、似合ってる、嬉しいですね。そしてアクセサリーがジュエッテさん、なんかフープ流行ってるのかな、フープピアス、今日ピアスです。私ね、以前もフープのアクセサリーを紹介させていただいたんですけど、今日はゴールド、なんか色がいいですよね。この濃いデニムの色とゴールドの色味がおしゃれな、はい、セットでございます。シェア協力いただきました、ありがとうございます。ナイスフープね、ちょっと引っ掛けると怖いね。ねこれがスクリーンで、今日ね、このまま行こうか悩んでるんです。そう、服を自前のものに変えるかどうか
ちょっと悩みたいと思います。どっちがいいですか？聞くリクエスト、はい、あこのまま、逆にこのままの方が嬉しいとかもあるのかな。あデート感でもあれですよね、なんか女性がこの服とこの服どっちがいいっていう時って大体決まってるっていうのありますよね。こっちって言ってみたいなありますよね。じゃあ聞いてみようか、今日のイベントの服はこの衣装か自前の服かどっちがいいですか。どっちがいいと思う？見せてもないのに聞くっていうね自前の服見せてもないのに聞いちゃうけど、まあそして最後は私の気分になるわけなんですが、どんなの、あどんなの、ワンピースです。ワンピースにしました。で、ブルー、鮮やかめの水色、水色の、はい、あのこのまま行きますか。あじゃあこのまま行きます。水色の一応ワンピースを持ってきました。はい、で自前もう本当に悩んでて、どっちでもいいなと思ってたんで、どっち、自前が多い、自前も多かった、あはい、ということであとは私の気分であとは私の気分で決めたいと思いますお楽しみに、どっちで登場するかお楽しみにしておいてくださいはい、ということで衣装紹介でした